きます。で、サイトにで、クロコダイルについて説明します。まず画面を開くと横方向に見て4匹のワニがいます。右方向に、緑、黄色、赤のマスがあり、そのマスを右方向にワニは突進していきます。ダメージと書かれた部分に突進されるとダメージを受けます。突進されないようにタイミングよくパンチボタンを押します。ただしパンチボタンは下から順番に色が変わり、同じ色のマスに対しパンチを出せます。ワニに突進されるとダメージを受けます。3回ダメージを受けるとゲームオーバーです。30秒の間ワニの突進を耐えきればゲームクリアです。では実際にプレイしてみます。ではスタートを押します。黄色、今黄色に来てますので黄色にパンチ、はい、黄色でパンチ、はい、赤に来てますけど緑なので、あ、1回ダメージを受けました。で赤にパンチ、で黄色にパンチ、緑にパンチ、で緑にパンチ、で、黄色にパンチ、赤にパンチ、赤にパンチ、はい、ということで30秒、クリアしたので、30秒経過しましたのでゲームクリアしました。で、ダメージを3回もらうか、もしくは、30秒を耐えきれなかった場合はゲームオーバーになり、このコンティニューボタンを押しますとさらにゲームを続けることができます。それでは一旦ゲームを終了してのびるブログに戻ります。このような形でのびるブログでは面白い Android アプリの方を紹介しています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。失礼いたします。